はい、こんにちは、高井です。心拍トレ5日目ですね。今日は足のトレーニングやっていきます。心拍トレでは持久力をつけるということを言ってますが、これは筋持久力をつけるんじゃなくて本当に走るための持久力をつけるというトレーニングになってます。今日は片足でのカーフレーズやっていきますね。普段両足で簡単に行えることでも片足で行っていくと非常にきつくて効果があります。でこれ見たら分かると思うんですが、加圧ベルトしてますね。この加圧ベルトを巻くことが、持久力をつけるために一番効果的なので、ぜひ加圧がある人はね、加圧でやってみるといいと思います。今日は非常に地味な片足のカーフレーズでしたが、走る動きっていうのは、片足でやる動きですね。なので、筋トレも片足でやっていくと、片足で何でもやる癖をつけていくと、より効果がありますので、この片足で行うということをちょっと意識してやってみてください。以上です。